は全力ぶっちぎり、マキフィラ君だー、ヒヨでございます。はい、ということで、はい、何言ってるのか分かってる？分かってない。はい、ということでですね、最近この人めっちゃ噛みます。噛むよ、自分だって噛むけどね。ああ、でもこの人特に噛みます。なので今日は、うん、あなたのために、はあ、今から皆さんに向けての資料を作ってきました、はあ、それを噛まずに読んでもらいたいという企画でございます。何それ。名付けてリオは噛まずにマキフィラ君の資料を読むことができるのか。え、ということで、一人で、はあ、今から考えに向かって、はあ、皆さんに向けて読んでもらいたいと思います。はい、全力バッチリ。え、これ読めばいいの？え、めっちゃ長いんだけど。じゃあ読みます。リオちゃんへ。2020年を振り返るといろいろなことがありましたね。2019年の目標はチャンネル登録者2000人で、惜しくも届かず、今年は約1800人からのスタートになり、2月にはマキピロくんのゲームチャンネルから全力ぶっちぎりとチャンネル名を改め、ここからは完全に二人三脚の体制を取り出しました。そして翌月の3月に風神雷神のガチャをきっかけに僕のヤンキーキャラが生まれます。大先輩の玉木さんに、ピロくんあのキャラで行った方が良くないのアドバイスから、小さなおっさんからヤンキーのおっさんに重心化することとなりました。重心化。リオちゃんと一緒に動画を作って、出しては反省をし、少しずつ結果が出し結果が出だした時にある事件がが起きてしまいす。なんか日本語おかしいんだけど。デルマデガチャラプラス編。僕はこの時の光景を今でもはっきりと覚えています。8万円を超えたあたりで僕のカードは一度止まりました。動画にはありませんが、リオちゃんがもういいよ、よくやったよ、視聴者のみんなも視聴者のみんなも分かってくれるって言って、泣きそうになりながら僕を止めました。でも僕はここでやめたら出るまでガチャじゃなくなる、視聴者の信用も失うし、何より途中で投げ出すことを視聴者のみんなにも子供たちの視聴者のみんなにも子供たちにも見せることになるし、あかんと言って、結果440連の11万円を失いました。僕は失った金額にあぜん、リオちゃんは1時間以上の編集データにあぜん。けどこの動画がきっかけとなり、僕たちは YouTuber として大きく成長することができました。そしてモンデミーアワードでノミネートを逃し、ハレルヤで17万円飛び、エンマでは派手に採取され、ん？搾取？あれ？マホロバでも大勢のユキチとオーブが羽ばたきました。こうやって振り返ると目も当てられないような散々な1年でしたね。普通に考えたら YouTube をやめたくなるような1年です。けど今こうやって見てくれて支えてくれる視聴者さんが僕たちにはたくさんできました。視聴者さん視聴者さんの楽しかった、面白かった、応援してます、次の動画も楽しみにしていますなどの励ましコメントで支えてもらって感謝しかないです。そして僕たちは動画という形で恩返しするしかないので、視聴者さんの力になれる動画、楽しんでもらえる動画をこれからも作っていきましょう。そして11月に僕は勤めていた会社を退職して岐阜に来ました。僕はここで初めてリオちゃんの生活を知ることになります。仕事をして5時ぐらいに子供たちを迎えに行き、ご飯を作り、宿題を一緒にして、お風呂に入れて、自分の時間ができるのは11時過ぎ。その環境で空いた時間、開いた時間空いた時間に編集をしてくれてるのに初めて気がつきました。その姿を見ることで、普通の子供を持つ家庭がどれだけ時間がないものかも知り、そんな中でモンストをやっている視聴者さんの環境も少し理解ができた気がします。その短い貴重な時間を使って僕たちの動画を見てくれている人たちがいることを知り、さらに動画のクオリティを上げないといけないとも思いました。話を戻しますが、結果が出ていない時から成功するともわからない僕と一緒に YouTube をやってくれていることに本当に感謝をしています。お互い今のままでは生活が積む状態で、子供を抱えての不安は僕よりはるかに大きいと思います。
はじめは YouTube に出ることすら嫌がっていたのに、今では一緒に YouTube に出て編集までしてくれて、一緒に悩んで、へこんで、喜んで、泣いて、笑って。やっとの思いで1万人目前に来ましたが、まだまだ収益も残念な感じなのが現状です。違うな、現実です。それでも後で振り返った時に、あの時はしんどかったねって笑える日が来ると思っています。まだまだお互い YouTuber としてスキルが足らないところが多くて、改善しないといけないことが山積みで、生活だって未だにカツカツです。その状況で一緒にこうやって一緒にやってくれていることを本当に感謝しています。2021年はお互いにとって飛躍する年にしましょう。最後に、僕は本当に相方がリオちゃんで良かったと思っています。僕一人では絶対にここまで来ることができませんでした。辛いこと、嬉しいことを仲間として一緒に共有してくれてありがとう。そしてこれからも辛いことがたくさんあると思います。それでも二人でなら乗り越えられると思います。これからも一緒に視聴者さんに笑いと感動を与えられるように一緒に頑張っていきましょう。2020年まだ終わっていませんが、本当にお疲れ様。ありがとう。感謝の気持ちを込めて、マーキピロサンタからの贈り物させていただきます。え、何？え、読み終わったよ。気持ち悪い。めっちゃ泣いてるやん。なんだ。あ？どうした？前のガチャの時によ、みんなが言う、リオちゃん洗濯靴似合ってる俺に対しては言っとったな、高木部、雷様あのコメントばっかりやって中には俺のこと一切くれず、リオちゃん、コス最高俺だってキリアさ、ほら、マキピロ君似合ってんでとかなるわけやだから、あなたの着てたでしょ、着てみた着てみた、はい、どうすか気持ち悪いもう何だろうまあ今までね、こう手紙とかなんかそういったまあ俺比較的ありがとうってことは結構口にするタイプだと思うけど、なんかこんなちゃんとした話ってしたことはなかったし、俺自体手紙を書くっていうことはないから、そうやな、はい、めちゃめちゃ泣いてるよ。で、噛まずに読めたてか文章おかしいとかあったから、本当もう気にすんねん気持ちや気持ち。え、俺の気持ちはいらん。あ、お、欲しい。え、何？プレゼントです。え、ありがとうございます。この袋見覚えない？さっき買った。さっき100均で買ったよね。なんか100均じゃないよね。違いますよ。開けていいの？はい。え、何やろ。ん？何これ？服？そうですね。え、モンストって書いてある。え、ダルニャンやん。はい。え、何かパーカー？はい。え、ちょっと開けていい？はい。え、ダルニャンのパーカーなんてあったっけ？わー、すげえ。実はですね、リオちゃんってダルタニャンからスタートなんですよ。すごい。偽マラしてね。すごい。めっちゃダルタニャンやん。そう、私前ね、一番初めにやり始めた時はなんか全然しょぼいやつだったんだけど、リセマラしてちょうどその時水の遊園で、で当時ラファエルが強かったのに知らなくて出たのがダルなんで、うん、まあでもこの子から始めたんだよね。それからずっと推しキャラダルニャンでね、この耳ついてる子が基本的に好きで、ああ猫耳がね、わあすごいかっこいいし可愛い、すげえ、ありがとう、はい、ということでマキピロサンタからのクリスマスプレゼントでございました。ありがとうございます。ということでね、私からの、まあ、感謝の気持ちと、プレゼント、ありがとうございます。ということで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと俺道中全く見てないから今どういう感じなのか全然わかんない。チクチク痛いなこれえ、ちょっとこれ撮ってみてよ。はこれ撮って絶対やばい , 笑いすぎだろ。もういいよはい、ということでね、はい、まあ実際1万人まだ目前なわけですよ。もう上がってる時はひょっとしたら超えてるかもしれないけど、うん、
本当に感謝してますと。ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今後ともね、うん、一緒に頑張って、はい、まあ、1万人ね、まあ、言ってもずっと言ってましたけど、うん、まあ、1万人からスタートだと思ってるので、うんうんうん、はい、ここからねもっともっと上を目指して僕たち頑張っていくと頑張っていくと思うじゃない何事やな、なんだそれここからね、もっともっと上を目指して皆さんにもっともっと楽しい動画を提供できるように、はい、全力で頑張りたいと思いますので、今後とも変わらぬ応援よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい耳だよ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうよ俺のサンタコス、これはもうコメント欄であれでめちゃめちゃクールで大丈夫か、これ見えてないかね抑えてるよ俺ちゃんとよ、はよ着替えてもマキピロ君の、マキピロ君が出るの大変だからよ、はよ向こう行っても邪険に扱わない。We'll be right back.